続きやっていくか、ロックマン X。 パスワード入力してやっていくか、まあ、せっかく途中でやるからな。この画面でさ、入力するのすげえ久しぶりなんだけど、これ B ボタン ?Y ボタン ?Y ボタンか。Y ボタンで数字を上げることができる。で、さっきメモったパスワードを見ながらやってんだけど、8786-7754。もう自分の字が汚くて、ちょっと解読不能だった。何このタイミングでフリーズ。最悪や。呪われてしまった画面が。もうスーファミ本体が寿命を迎えてるのかもしんねえ。そういうことでやっていこう。またなんか消えそうで怖い。で、ストームイーグリッドのステージからやっていくか。こいつの弱点が、いや、持ってねえか、弱点。いや、まあいいや、弱点持ってなくてもこいつそんなに強くないから倒せるはず。イケメン感があるよね、ストームイーグリード。まあ、イーグリードっていう名前から察して、タカかワシだよね。イーグルってタカとかワシって意味だったと思うから、空母みたいなステージ。ここのね、上に、ライフアップがあるんだけど、この位置から見えないか。この位置からちょっと見えないな。この足場から思いっきり、右上の方に、右上じゃない、左上の方に飛んでいけば、あったはず。で、ここの、これ連打で壊すんだけどさ、壊した先に、生首が、あ、ここ生首じゃなかった。生首があったような気したんだけどな。まあ、生首積極的に回収していきたいんだよな。残機が増えるからさ。まあ、ロックマンで、あれだよな。定着してるよね、生首っていう言い方。まあ、マリオでいうイチャップキノコみたいなもんなんだけど、で、こっから一気に左に行くとライフアップ。まあ、こうやって少しずつロックマンの寿命を伸ばすことによって、危なかった。ボス戦が楽になる。あのゴリラ野郎ももしかしたら、こうやって寿命を増やすことによって、バスターでも倒せるかもしれんな。で、後ろから狙い撃ちする。忍者のような戦い方。あ、もう連打しんどい。いや、もうサブタンクとか持ってねえからさ、これ取っても意味ねえんだよ。あの青いやつ、あのゴリラのステージにあったと思うんだけど、ここのステージにも確かサブタンクあったはずだから、今回それを取りたい。いやー、これ外れかよ。もう一個の場所だったかな、残機あったの。あぶな、この洗濯バサミ野郎。ポケモンにいそうだよねこれ。飛行タイプとさ、なんだろうな、マシンタイプみたいな、鋼タイプか。飛行タイプと鋼タイプのモンスターでいそう。で、ここのあいつバカだから、こっち側から侵入してしまえば難なく突破できる。ざまあ、おお、こんな派手に割れたっけ。ちょっとびっくりした。で、この火災報知器野郎、顔に見えるよね。あの火災報知器野郎を倒したいんだけど、これ倒して画面切り替わったらすぐ復活するタイプの火災報知器野郎だから、火炎放射器野郎だな。火災放置器野郎じゃねえ。俺今倒してなかっただろ。倒してなかったのになぜか倒した判定になってて、それはありがたいんだけど、復活してるかなと思ったけど大丈夫だった。ここの、あ、なんもねえよ。これ落ちたら死ぬやつだ。ちょっと待って、はまった。危ない。こんなところで油売ってる場合じゃないんだよ。落下死が怖いからな、こういうステージな。で、敵を確実に仕留めて次で行く。次で行って、で、初めてロックマン X シリーズやった時にここですごい死にまくった記憶がある。もう今大人だからさ、まあ大人っていうかもうおじさんだから、さすがにこんなところで死ぬわけにはいかないんだよ。プライドっていうもんがあるんだよ。ここダッシュ必須だな。
いや必須じゃないかもしれない。足すとこだったらうまいことやれる。まあ、あれだよな、左のやつが一番上に高くなってる時にジャンプしたらいけるみたいなさ。ここか、ここかな多分。ここの先にあの生首があったはず。これダメージ通ってんのかな。いや多分通ってるよね。これ消えてるってことは左向いてるはずなのに右に弾が出るっていう謎の仕様。この壁限定かな。あーよくわかんないけど、まあいいや、開いた。で、生首開始。初生首じゃないか。ロックマン X の実況をやって、初生首を手に入れたんじゃないか、今のは。で、あとヘッドパーツ。ヘッドパーツが、ここの左側にあって、これ最初な、俺、これ、この動きが、この動きができなくてさ、この B ボタンを押しながら、B と、これ結構難しかったんだよな、最初やったとき。B と A、左キーで壁押しっぱなしにして、右キーと BA を同時押し。こんな感じ。伝わるかな、これ。ちょっとしたコツがいるんだけど、これが最初、当時、5、6歳の頃の俺はできなかったんだよな。で、友達がプレイしてるのを見て、どうやってやるんだろうっていうのをずっと疑問に思ってたわ。いや懐かしいな。今となっては楽勝だけど、まあ、そもそもロックマン X シリーズをちゃんと全クリしたのって言ったっけな、前回か前々回のパートで。まあその話は後でしよう。ここではヘルメットをパワーアップさせるパーツを与えよう。ヘッドアタックで特別な天井を壊して進んでいくことができるじゃろう。まあ、ロックマン X1 ではこういった特殊なブロックをヘッドパーツでぶっ壊すっていう、まあそういうあれだよな。まあ必須じゃないからな、これ。アームパーツ取る上で必須なんだけどさ、まあ、だからこそこっち先に来るべきだったんだよ。下手になんかアルマジロのステージ、いや、スパークマンドリルの弱点がアルマジロだったんだけど、そのアルマジロのステージってもういけたっけ。アルマジロのステージは別にヘッドパーツで壊す部分なかったか。で、そのゾウさんのステージでフットパーツとヘッドパーツどっちも持ってないとアームパーツが取れないっていう、そういう場所があるから、そこでは必須なんだけどさ。で、その初めて全クリしたのも多分高校生ぐらいの頃かな。中学生か高校生ぐらいの頃にロックマン X2、 あ、ここにも生首ある。 X2 初めて全クリして、その後大学生ぐらいになって X3 全クリして、いや X1 の方が先だったかな、あんまり覚えてないんだけど、結構いい年齢になってから、ある程度大人になってからロックマン X のこの初代ロックマン X と、あ、これもう今あれだよ、音聞こえたかな、もう今でも HP 減っちゃってるからな。ダメージを食らってない時にライフエネルギーの回復アイテムを取ると、落とさねえかな、こいつあんまり落としてくんないな。今ちょっとだけ溜まってるはずなんだけど、これ左下のサブタンク、このサブタンクがロックマンの HP が満タン状態で回復アイテムを取ると溜まってくっていう、まあ、HP の回復アイテムな、それ取ると溜まってくっていう。で、右に行ったらボス。危ねえ、ちょっと落ちそうになった。こう怖かった。お前、びっくりした。まだいたんだな、敵。で、ここが、ちょっと小技使っていけるんだよな。これ、例のあれあるじゃん。例のあれがあるんだけど、実はこれ通らなくても、こっち側からいけるんだよね。こっち側から行くと、この、HP 回復アイテムあるからお得。っていう豆知識。まあ、いつも左側からしか行ってない人とかだったら、でも大体の人はもう知ってると思うけどな。ロックマン X プレイしてて右にライフアップと武器の回復のやつあるの知らないって人いないでしょ、さすがに。ああちょっと早いわ。今のこの振り向きざまにあれ入れられたらよかったんだけど、そこまで足すみたいな動きはできない。で、こいつの弱点はスティングカメリオの、あ、これこっち向きでもかわせるんだ。
うまくいけばいけそうだな。オッケーオッケーオッケー。スティングカメリオのやつが弱点なんだけど、これどっちに避けるのが正解なんだろうな。左でも右でもどっちでも大丈夫か。どっちでも大丈夫だから、に早めに逃げて、あ、今度下に降りてくる。あの卵みたいな攻撃してきてたと思うんだけど、あの卵みたいな攻撃はそのまま地面に卵が落ちてしまったらヒナが4羽出てくる。だから注意。でこの台風も足のパーツ持ってなかったら今みたいにめっちゃ飛ばされる。まあ、だからこそフットパーツ手に入れた後に来た方が得なんだよな。なんかこいつ全然大したことねえな。こんなに弱かったっけ。なんかアイシピンギンゴと同じぐらいの強さだ。ノーダメージで勝ってんじゃん。あっけなかった。あまりにもあっけない。アブドゥルの最後みたいな感じですぐに死んでしまったな、こいつも。で、決めポーズ取って、さあ新しい武器、ユーゲットストームトルネード。まあ、ボスも使ってた技だよね。これがゾウさんの弱点。で、新しいパスワード。4667-5247-1276。だけど、まだ、あれだな、パートは区切るかもしんないけど、動画自体は続けるから、全然あれだわ。メモする必要ねえわ。